イオン分子反応は、イオンと分子による衝突で起こる反応、およびそれらの反応過程の総称を言う。分子雲などの低温、低密度環境においては、イオン分子反応のような障壁の低い反応が、主に起こると考えられる。電荷を持たない分子同士が結合を組み替える反応で、例えばという素反応を考えるとき、繊維状態 A、B、C は、 AB の結合も BC の結合も安定状態にあらず反応において超えるべきエネルギー障壁となる。このような反応は分子雲のような低温環境において発熱反応でも反応速度が遅い。電荷を持たない分子同士でも例えばラジカル同士の反応のように元々の分子が不安定状態にあるといった反応は障壁はない。しかし、 この反応では出が得た結合エネルギーを他に逃がすことができず、直ちに逆反応によって乖りしてしまう。反応が不可逆的に進むためには、のような三体反応でなければいけない。しかしこのような反応は低密度の分子雲では起こらない。以上のようなことから、低温で低密度な分子雲で起こる反応は、結合の組み替えの起こる反応で、かつ、 障壁の低い反応でなければいけない。障壁のないイオン分子反応の反応座標に沿ったポテンシャル面の冷化器のようなイオン分子反応では、中間体 ABC 形成時、元の結合を伸ばすのに必要なエネルギーを空論力による安定化によって補えるので、障壁はないかごく低い反応となる。 また結合を組み替える反応なので、結合回変エネルギーを生成物の運動エネルギーへ逃がすことができる。よって、低温で低密度な分子雲においては、イオン分子反応が主に進行し、分子が形成されていると考えられる。ワトソンは、イオン分子反応として2つのタイプの反応を提案した。の形式の反応例として、静観空間で H、HE に続いて、 存在量の多い CE 原子の 4C プラスを X とするならば、さらに続いてまでが発熱反応で生成する。の形式の反応は、水素分子よりもプロトンとの結合力がが大きい原子や分子が淡いで、あれば障壁が低く発熱反応になるので容易に起こりうる。例えば、静観空間で C 同様に存在量の多い O、N 原子について考えてみると、 これらは発熱反応である。このようにしてできたイオンはさらに続いての形式で、例えばというようにさらなるイオンを形成していく。最終的にユアハートという分子は、電子と再結合し、という形で中性化する。ハープストとクレンペラーは1973年に、上に挙げたようなイオン分子反応を含めたおよそ100種類程度の反応と、 当時知られていた原子の存在量を仮定することにより、分子雲において、どのような分子がどれだけ生成されるかについて、概算をした。この計算で当時観測されていた、生漢分子の分子雲での存在量と、良い一致を示した。このことから、分子雲において、イオン分子反応が重要であることが示された。ABWD ワトソン、ザ。 レートオブフォーメーションオブインターステラーマリキュールスバイイオンマリキュールリアクションズアストロフィズ J レッド 183L17 ハトイーヘルブスト W クレンペラーザフォーメーション,ンディプリションオブマリキュールスインデンスインターステラークラウズアストロフィズ J185505 ありがとうございます